はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、シルスです。というわけで今回はね、ちょっと短めの動画なんですけど、大会の告知をさせていただきたいなと思います。まあ、それがね、何かというと、こちらのワールドシリーズオブウォーゾーンということで、ウォーゾーンのね、世界大会に向けたね、大会に出場させていただきます。まあ、こちらがね、詳しい内容なんですけど、まあ、いろいろ省いて説明すると、世界大会に出場するための予選大会が、明日からかな、開かれます。まあ、時間的に言うとね、この右下に書いてあるアジア ANZ、午後4時から午後8時まで、まあ、これがね、世界大会の予選のまず、第一予選かなになります。オンラインでね、ワールドシリーズオブウォーゾーンのトリオかなが、出てくるので、それをチームメンバーと一緒にプレイして、でそこで、キルとか、あとは順位とかでいろいろ稼いで、ポイントを稼いで、まずは地域の決勝戦に出なければいけません。で、NA と EU は、チーム、出場チームがめちゃめちゃね、たくさん用意されてるんですけど、自分たちのようにアジアとか、あと他の地域に関しては1枠しかないので、その1枠を競って戦う感じとなります。で、詳しいね、ルールを、COD ジャパンさんがまとめてくれたので、そちらを見ながら説明していきたいなと思います。まあ、これがまずね、こんな感じとなってます。先ほど言ったのがね、第1予選がこの WSOW アジアオープンですね。これが、予選になります。で、これが、二次予選みたいな感じかな。まあ、地域決勝、WSOW アジアファイナルとなってます。で、こっちのね、アジアオープンが普通のね、トリオプレイして、それでね、キルとかね、あとは順位とかで稼いだ、まあ、上位10マッチですね。10マッチのポイントから、最終的な WSOW のポイントが算出されるといった形となってます。で、合計ポイント45チームが、この地域ファイナルですねに出場できます。で、地域ファイナルは、普通のトリオモードで競うのではなくて、カスタムマッチで競う形となります。5回プレイして、その中のね、スコアを競います。で、1位だけ、最もスコアの高いトリオだけが、WSOW のグローバルファイナル、まあ、本当のね、世界大会に出れるといった形となってます。で、明日から始まるのがこっちのオープンの方ですね。まずはトリオをプレイするといった感じのオープンから始まります。23日、24、25で、先ほど言った通り午後4時から午後8時まで、まあ、約4時間やります。で、ポイントの算出方法はこんな感じ。まあ、順位がね、倍率で決まってます。で、1キルが1ポイントとなってます。アシストはないです。で、1位が、キルポイントが2倍になります。2位から5位は 1.8 倍、6位から10位は 1.6 倍、11位から20位は 1.4 倍、21位から35位は 1.2 倍、で、まあ、36位から50位は1倍といった形となってます。まあね、できるだけ1位を取ってポイントのね、倍率を2倍にして、キルをたくさん取るといった、そんな感じとなっております。で、参加国はこんな感じ。まあ、アジア地域ですね。アジア地域は香港、インド、インドネシア、日本、マカオ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナムといった感じで、結構幅広いです。最後にスケジュールですね。スケジュールはこんな感じ。日付が、6月23から25、午後4時から8時。これが、ゲームのオープンの方。で、地域のファイナルが、7月7日ですね。で、午後7時から始まる形となってます。まあ、これがね、これから自分が、参加する WSOW の、地域予選のね、大会内容となっております。最後にね、一緒に出場するメンバーを、説明して終わろうかなと思います。一緒にね、出場するメンバーは、森子さんとチョちゃんさんとなっております。まあ、この二人は自分の配信をね、よく見る人は知ってるかとね、思うんですけど、ざっとプロフィールを説明すると、二人ともベルダンスクからプレイしてるウォーゾンプレイヤーとなってます。で、カスタム経験もね、めちゃくちゃ豊富で、あとは全シーズンのランクプレイでね、日本だとね、たった7人しかいない、レインボープレイヤー。そのね、たった7人しかいないレインボープレイヤーに入ってる二人となってます。森子さんに関してはね、トップ250踏んでた時期もあるぐらい、まあ、そんぐらいね、ウォーゾンめっちゃプレイしてます。で、チパちゃんさんは結構スナイパー得意っていう感じかな。まあ、結構ね、たくさん一緒にプレイしたことのある二人なので、まあ、力を合わせてね、グローバルファイナル行けるように頑張っていきたいなと思います。まあ、何度もね、言ってるんですけど、明日から予選は始まるので、もしよければ皆さん、応援のほどよろしくお願いいたします。それではね、今回の動画はこれにて終わりたいなと思います。こういうね、ウォーゾーンのイベントなど、ぜひ注目していただけると嬉しいので、よろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。Scared